昔からなんですけど、分けると似合わないんですよね。改めましてどうも、タイチです。今5月11日に撮影をしているんですが、今休校期間を空けるのが、9月入学ねの話も出てますけど、6月頭に始まるかもしれない、9月入学になるかもしれないと、いろんな話が出ていて、優先登校とかも話もあるんですが、一応ですね、今感染者数がちょっと落ち着いてきているので、6月もありなんじゃないかっていうのがちょっとこうささやかれてるとか言われてるわけですよ。で、今5月11日なんで、あと約20日間あるわけですね。で、この20日間で、6月入学じゃねえや、6月スタートになったとして、これをやっておかないとまずいぞっていう話をまずします。でもそんなんみんな予想つくと思うんですよ。どうせ勉強やれって言うんでしょみたいなね、その通りなんですよね。ちょっと具体的にもうちょっと噛み砕きますけど、でそれを話した後に後半では、じゃあそれをやらなかったら、いざ勉強で、授業始まった後、学校が始まった後にどうなってしまうのかっていうのを伝えてみたいと思います。なので、よかったらね、最後までお付き合いください。それではまずね、皆さんが予想がつく、前半部分から話していきます。で、さっきも言ったように勉強しろっていう話をしたいわけなんですが、今いろんなね相談をいただいている中で、ちょっと皆さんやる気出にくくないですか？やる気出にくいというか、やんなきゃいけないとは思ってると思うので、机に座るわけですよ。勉強しようと思って机に座るんですけど、やってるわけですよ、問題も。でもなんか頭に残ってないというか、ちょっとホワホワしてる、これちょっと定着してんのかなみたいな、やってるけど不安になるみたいな方もいると思うんですね。で、これってやっぱり休校慣れというか、期間がどん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 長くなっていっているので、こうね、集中力が若干やっぱり落ちてってるっていう現象は多く見られるはずなんです。もともと勉強全然やる気出ないよっていう方もそうなんですけど、今ちょっとやる気が出ないなっていうか、集中しにくくなってるなっていう方におすすめなのが、以前も動画にしてるんですけど、勉強時間を制限するっていうちょっと勉強法があります。これかなり変化球のねちょっと勉強法にはなるんですけれど、荒治療としては結構ありで、今家にいる時間も長いんで、やろうと思えば物理的に5時間ぐらい勉強することできると思うんですね。あれをモチベーションはちょっとあれね、考えないで、物理的にね、でできると思うんですけど、させません。いいですか？30分でタイマーつけて、30分でピピピって鳴った瞬間にもう絶対に参考書止めて、閉じて、許さない。30分1秒とかダメだから、試験監督だからやめてっていう、そういう勉強法です。何言ってんだこの原画親父ってね、思うかもしれないんですけど、これはですね、やっぱり人っていうのは時間的余裕、これだけできるよねって、時間に余裕があるよねってなると、なかなかねこう入り込まないんですよ。イメージとしては夏休みの課題とか、それが、提出前日とかになった瞬間、やべーってなって、時間がねえよーってなった瞬間に頑張れる人いるじゃないですか。あ、やんなきゃやんなきゃって、いつもは発揮できない私のどこにこんな底力が、みたいな力が出ると思うんですね。そんな状態です。なのでやり方としては、その日何分、それは任せます。でもあんまり多くない方がいいです。自分が絶対にできる、ちょっと少ねえかなぐらいいいです。感覚としてはその時間を設定して、で今日はその時間しか勉強できません、できない。じゃあその例えば20分30分40分わからないですけど、その時間を使ってどこまでできるのかを本気で考えてください。この数学のワークのいけるところまでやろう、これはダメです。違います。その30分でここまで絶対やるからっていうのを決めるんです。で、さっきね、30分1秒になったらダメだよって厳しく言いましたけど、それは性格によります。自分はですね、ちょっとその決めたことをちょっとでもはみ出すとガタガタガタって崩れるんですよ。もう一回ルール破っちゃったし、いっかみたいなタイプなんですね。だから徹底します。もう30分1秒も許さない、タイマー鳴ったらやめろっつってんだろ俺が、みたいな感じにします。それは任せますけど、そうやって時間を制限してぜひ勉強してください。なんでこの時期にこの時間制限のね勉強法をおすすめしたかっていうとですね、もう正直今3時間4時間5時間いっぱいやった方がいいんですよ、やった方がいいんですけど、もう時間短くてもいいんです。正直10分とかでもいい、ただし10分でいいから毎日やること、勉強習慣を作ることのが圧倒的に価値があります。学校が始まります。この休校期間、思わぬ2ヶ月ぐらいの休みができました。急に始まるでしょ。楽しいかもしれん。学校行きたかった、友達会いたかったってなるかもしれないけど、実際授業始まります。おそらくめちゃくちゃ疲れて、めちゃくちゃ置いてかれます。特に勉強習慣ない子。勉強習慣もともと作ってたとしても、そこに学校っていう大きな時間がボン入ってきた瞬間に崩れる子も出てくる。それがもともと勉強習慣がなかった子なんてできるわけがないんだよ、勉強が。だから圧倒的に置いてかれます。ここで勉強もしてないしね。なのでそうなってほしくない。
このスタートの段階でこけたら取り戻せないよ。いい？最初のテストってめちゃくちゃ大事なので、スタートをちゃんと、いい、スタートダッシュをしなくてもいい。もう他の服ね、置いてくバイバイってしなくてもいいんです。ダッシュできなくてもいいけど、ちゃんとそれなりのペースで走ってください。やべえ、なんか一歩目から足つったみたいな状態になっちゃうと、本当にやっと始まった学校がもっと苦痛になっちゃう。でそうなってほしくないので、少ない時間で構わないので、ぜひね勉強してみてください。前半後半分けようと思ったんですが、勢い余って全部話しました。すいません。なので最後まとめます。今自分にとって大事だと思っているのは、長時間勉強するそのスタミナ的な部分ではなくって、ちょっとでもいいから毎日やることです。たった10分なんてって思うかもしれないけど、0と10の違いは明らかに違う。毎日やることがすごく大事です。でもっと欲張って言うんだったら、できれば決まった時間がいいです。もう毎日1日のこの時間は絶対勉強するぞっていう時間を決めてるともっといいです。いいですか？勉強習慣をぜひ身につけてください。でそれがないとですね、いざ学校が始まります、始まった後に、ものすごい差が生まれます。多分学校始まった段階で予習をしっかりしてる方、してない方っていう差は実はそこまでないと思います。だって学校の授業やってくれますもん。もし学校の先生がですね、例えばこれを見て予習第1章は全部勉強しとけ、私はやらないからみたいな、ちょっとなってるかもしれない。それはやっておかなきゃまずいですけど、多分多くの学校がそれでもやってくれます。早いかもしれないけど、かなり進度は早いかもしれない。だからこそ、その進度が早かったら家で勉強して復習しないと、分かんなかった部分潰していかないと、どん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 穴ができちゃう。勉強に落とし穴、落とし穴、落とし穴で定期テスト始まるでしょ。落とし穴が多すぎて勉強できないんだよ。身動き取れないから、どこ歩こうって全部落とし穴じゃんってなっちゃうから、勉強できん、やる気出ない、成績が下がる、モチベーション下がる、もうどん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 負のスパイラルで落ちていって、楽しくない高校生活、中学校生活が始まってしまうと。スタートは本当に大事です。最初のテストでこの辺っていう順位が決まります。300人いたとしたら、300人中もしかしたら出題範囲がラッキーで、やばい勉強したとか、やばい当たっちゃったで50位かもしれないです。でも1回50位を取った人は落ちたくないんです。あ、私ってこの辺に行けるんだと、経験だもん、1回行ってるんだもん、ラッキーだとしても。だからそっから落ちたくないから頑張れる。でももしかしたら頑張ってたのに、それでも300人中200位を取ってしまった、あ、私って真ん中より下なんだ、そっかそっかってなってしまったら、自分の立ち位置がそこになっちゃうんだよね、自分の中で。でそれって覆すのが難しいんです。だから最初のテストってめちゃくちゃ大事なので、最初のテストうまくいくためには、やっぱり最初のスタートをきっちり切る。何度も言うけど、スタートダッシュしろとは言ってないんです。ちゃんとそれのペースでいいマラソンができるように、最初のペースを作るために、今は準備運動の期間だから、ぜひ短い時間で構わないので、勉強習慣つけて、いざ始まった時に、まあ9月スタートかもしれません、でも作った勉強習慣っていうのは、まあ腐らせようと思ったら腐っちゃうよ、もちろんね。一回作ったものを勉強しませんってなったら腐りますけど、でもそれを維持すれば、それはあなたの絶対力になります。なのでぜひね、あと20日間、まあ6月から始まるという前提にはなりますが、この20日間、1日10分20分30分欲しいけどね、できればね30分で構わないので、ぜひ集中して勉強する時間を作ってください。